今日は天神カフェ巡りです。本当は薬品カフェに行こうと思って、さ YouTube でもらったそのコメントで、なんかこのカフェがいいですよっていうのを調べたら、まあ、そのうちの3つが天神の方が近かったから、今日は薬品カフェ巡りじゃなくて天神カフェ巡りということで、天神のカフェを3つ回っていきたいと思います。刺さってるから入る？それは入れないって言ってるじゃん、いつも太陽浴びたいんだよ。どうかしたいの？違う、浴びなさすぎるから普段こういう時ぐらい浴びないと。全く浴びなければいいってわけじゃないでしょ。そうだよ、1日10分ぐらいでいい。まだ10分も浴びてないもん俺。しかも他の日に10分も浴びてない多分俺。浴びだめとかできない。どういう感じ？毎日浴びてないから今日は50分浴びる、5日分浴びよう。それはそうでしょ、大事でしょ。それはできないでしょ。できないっていうか、でも意味はないかもしれないけど、でもさ、普段さ浴びてないんだのにさ、今日だけ10分でもそれこそ意味ないじゃん。こんなひげ生やしちゃダメじゃん。そうだね、引かない。それさ、ここに入ってんだけど、こっちの動画とあなたのこのこれを置いてるところがちょうどいい感じに映ってるけど、ちょっと何してるの？瞑想とマインドフルにして違うらしいよ。私同じかと思った。ここだけ映すと可愛いかも。あ、割らない方がいい。なんで？歯が見えちゃう。なんか、そう。その方が、あ、これだけだとなんかすごい髪の毛とかも含めて、うん、めっちゃ可愛い人みたい。え、これまた何？旧福岡県庁舎の名残。どこが？この柱がってこと？名残なんだ。うわ、またカラスがいる。でかっ。でかくね？よし、じゃあ天神へ行こう。おっと、
華街。華街。このマークなんか牛さんみたいだ。地下街あるとありがたいね。ね。昨日も焼けた。暑くてイライラしなくて済むね。あのコーヒーこっちか、中入んのか。あとあれじゃん、健康神社。え？健康神社。多分。ケゴだと思う。ケゴだった？